名称バトラーは日本の競争馬。馬名の由来は冠名の名称と戦士、闘士を意味するバトラーからである。屈建園を克服し10歳まで現役を続け、通算重傷勝利数10勝を挙げるなど、息の長い活躍をした競争馬である。2003年、デビューは遅く3歳の6月だった。2戦目のダートの未勝利戦で勝利始発勝利を挙げる。 その後芝のレースに転校し参戦2勝2着1回という成績で条件場の身分ながら果敢にも週刊賞へ出走するが7番人気で7着さらにエリザベス女王杯にも出走するが12番人気で12着という結果に終わったその後のゴールデンホイップトロフィーでは2番人気で4着格上挑戦となった阪神品場ステークスでは12番人気で12着という 結果に終わった。2004年、関門京ステークスでは、後に、愛知杯を制するメモリーキアヌラを相手に勝利し、オープン馬となると、続く、小倉大賞店では3番人気に支持され、レースに勝利し、重賞初勝利を挙げる。その後は中距離路線の重賞で2着4回、3着1回と、構想するも勝利することはなかった。2005年、右前屈検炎を発症し、 療養のためこの1年を棒に振ることとなる。2006年、復帰戦となったダートのケヤキステークスでは、12番人気で12着となるも、休養明け2戦目のプロキオンステークスでは、7番人気だったがレースに勝利し、復活を果たした。その後サマーチャンピオン、シリウスステークスと重賞を3連勝し、完全復活を証明し、JBC マイルに出走し、ブルーコンコルドには、 破れはしたものの2着となった。しかし、ジャパンカップだ後では6番人気で12着、兵庫ゴールドトロフィーでは1番人気に、支持されるも5着という結果に終わった。2007年、フェブラリーステークスでは8番人気で10着、黒船賞では1番人気に、支持されるも5着となるも、その後の柿きつば記念、先玉杯、スパーキングレディーカップ、さらには、 クラスターカップと重賞を4連勝した。次の東京ズキでは、リミットレスビットの2着に敗れ、続く第7回 JBC スプリントでは8着だった。自走は、クイーン賞に一番人気で出走するも2着、兵庫ゴールドトロフィーでも一番人気になるが3着だった。2008年、ネギステークスから始動し6着、続く、フェブラリーステークスでも11着と大敗するが、 マリーンカップでは発災品馬としては、史上初となる交流重賞価値を収め、健在ぶりをアピールした。その後、柿つばた記念で3着、続く先玉杯とスパーキングレディーカップで2着、さらに、クラスターカップで7着となった。続く、マイルチャンピオンシップ南部杯では2着、JBC スプリントでは5着だった。続くジャパンカップダートでは最低人気となり、 結果も15着としんがり負けを喫した。その後、兵庫ゴールドトロフィーに3年連続で出走、人気通りの5着に敗れた。2009年、交流重賞の黒船賞に出走するが、5着に敗れた。その後、3年連続での出走となった、柿つばた記念では6着だったが、50戦目となるマリーンカップで2連覇を達成した。 救歳頻馬の交流重賞価値は史上初である。続く、スパーキングレディカップとクラスターカップは共に三着に、敗れた。その後、二年ぶりに出走した東京ズキでは、見せ場がなく九着に敗れた。続く、マイルチャンピオンシップ南部杯では、エスポアールシチーの三着に入った。2010年、十歳初戦は5月の先玉杯で、復帰したが、 スマートファルコンの9着に敗れた。4年連続での出走となったスパーキングレディカップでは見せ場なく11着と大敗した。4年連続出走となったクラスターカップでは3番手追走から一瞬先頭に躍り出るもサマーウィンドの3着に敗れた。10月のマイルチャンピオンシップ南部杯では中段から追い上げるもオーロマイスターの4着。 4年連続出走となった JBC スプリントでは見せ場なく10着と大敗続くクイーン賞ではミラクルレジェンドの7着兵庫ゴールドトロフィーでは5着という結果に終わった2011年2月26日付で競争場登録を抹消生まれ故郷である北海道新日高町の木北秋人牧場で繁殖品場となる初年度の種付けは 名称サムソンの予定だったが、名称ボーラーに変更されて2012年3月15日に、品馬が誕生した。父名称ホムラ、母名称ハゴロモ、祖母名称スキー、祖母名称エンゼルはすべて松本雄オーナーの所有馬で、さらにすべての馬は、高橋茂が旧舎に、かつて所属していた。ありがとうございます。